皆さん、こんにちは。遠藤です。12月21日火曜日、大引けを迎えました。今日のトレードは皆さん、いかがでしたでしょうか。今日の日経平均は大幅反発となりました。昨日の下げ分をほぼ消化する上げとなっております。再びですね、2万8000円台を回復、揉み合い相場が継続しております。揉み合い相場は上にも下にもですね、動きやすい相場ですので、非常に不安定な状況と言えます。価値観会員の皆さんには何度もお伝えをしておりますが、とにかく年末までですね、無理をしないようにしていただきたいと思います。例えばスイングは控え、デイに徹する。また、デイができない会員様は、年明けまで休み、年始から新たな気持ちでエントリーをしていくこと、これを第一に心がけるようにしてください。さて、まず初めに昨日挙げました本日用注目銘柄の振り返りを行いまして、その後明日用の注目銘柄を紹介いたしますので、最後まで見逃さずにご視聴いただけましたら幸いです。今日はですね、デイトレ生配信全場ありました。皆さん、ナイストレード、ロスカットになった方はナイスロスカットでしたね。今日の注目銘柄7銘柄プラス2銘柄の合計9銘柄、7272ヤマハ発動機、466パーク24、5202板ガラス、3962チェンジ、4751サイバーエージェント、4418JDSC、7133ヒューガに、3825リミックスポイント、7777の 3D マトリックスを加えた9銘柄となりました。そのうち3銘柄ですね、エントリー後の利確ポイントありました。1つ見ていきましょう。こちらが空売りでですね、朝一番、チェンジ、3962のチェンジの下げの場面ですね。これ良かったですね。気持ちよく落ちていったということになります。しっかりと利益捉えた方、剥離だった方いらっしゃったようですけれども、この場面ですね、朝の下げの場面を威嚇ということで、ナイストレードおめでとうございます。そして次、2つ目は4418。こちらも短かったですが、利確された方、会員様で報告ありましたね。朝、ギャップアップスタートしてから下げて一段高となった場面。含み益の場面、わずか短い時間ではありましたが、この場面を取ることができたと。あと、部分的にですね、利確されて、あと残りを、同値、もしくは軽微なロスカットで終えられて、トータルプラス1000円になられたという方もいらっしゃいましたね。で、その後、大きく沈んでいったということになります。そして3つ目。3825 リミックスポイントになります。今日一段高となりました。売りに押される場面もありましたが、結果的に一段高の陽線次元で終えております。こちら定価ということで、ふんわし、3分でも1分でもこちら見ていきますと、朝上げて売られて、また上げて売られて、その次の上げの場面を捉えたということですね。こちらリミックスポイント、ナイストレードということですね。さらにもう一段上げていきました。売り買いの圧力のバランスも 3D マトリックスと違って、非常にリミックスポイント、これ良かったですね。で、さらに前場だけではなくて、5場も来たということになります。以上、3銘柄ですね。今お話しました 7777 3D マトリックス、結果的にですね、このように今日約 6% でしょうかね、上げておりますけれども、今日は買いのポイントなく終えております。こちらは明日用としてですね、注目銘柄ということで、こちら出させていただきますので、また後でお伝えいたします。他の銘柄はですね、エントリータイミングなく推移しております。注目銘柄以外の銘柄でですね、今日利益確定報告もありまして、全体の半数がですね、皆さん利益確定されているということになります。おめでとうございます。他にロスカットも交えながらのトータルでプラスとなった方もナイストレードです。今日またトレードできずにですね、終えられた方、またエントリータイミングを逃してしまった方ですね、まだまだ明日もありますから、トレードチャンスありますので、焦らずに見ていきましょう。本日注目銘柄でトレードをされ、利益確定された皆様、お疲れ様でした。おめでとうございました。次に明日用の注目銘柄についてお伝えいたします。注目銘柄6銘柄ほど見ております。一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目、これ大型ですね、5344マルワになります。今日一段高、出来高ともないながらの上昇、下髭陽線プラス 10.29% で終えております。出来高
16,390円台としては大きいですね。143,900株ということで、昨日よりもまた出来高増えてきております。一段高、今日高値で終えておりまして、この 16,390円ですね、こちらをさらに明日抜けていけるかどうかに注目をして見ていきましょう。そして2つ目です。今日出しました3825リミックスポイントです。まあ、上に蓋ありますので、大きな動き、大きな上昇はなかなか難しいかもしれませんが、それでも今日プラス、約 10% 近くですね、プラス 9.28% の上げとなっております。365円で終えております。出来高1,498万3,700株、今日の高値369円となっております。明日さらに出来高伴いながらですね、もう一段上げていくことがあれば、これも定位ということで狙ってみたいということを入れております。そして3つ目です。6958、日本 CMK です。東証一部の銘柄ですね。また再びこちら出していきます。今日690円プラス 8.15% で終えております。一段高となりました。700円手前をつけております。今日終わりに690円、今日の高値694円、プラス 8.15 の出来高170万1,900株と、また再びこちら出来高入ってきております。明日さらに今日の高値どころを捉えていけるかどうか、まあ、売りが非常に多いですから、売り調の銘柄となっておりますので、まあ、どこまで踏み上げも入るかということを注目しながら見ていきましょう。そして4銘柄目、同じく今日出しておりました 7777 3D マトリックス、連日で明日も見ていきます。今日はエントリーのポイントこそありませんでしたが、しっかりとした上げプラス 5.83% 上げたようです。上げております。出来高は493万8,900株、さらなる今日の高値ですね、明日捉えていけるかどうか見ていきましょう。5銘柄目、こちらは空売りとなります。また売りで再びこちら出していきますね。4414フレクト、1日有の売り可能な銘柄となります。今日はマイナス 12.93%、 出来高は減っております。グッと減っております。ロスカットが入っているということになりますね。842,300、まだまだ高値を掴んでいる投資家も結構いらっしゃいますので、その人たちの投げが明日入ってくるかどうかに注目をして見ていきましょう。今日のようにまた再び大きな陰線を出すことも考えられますので、こちらしっかりと取っていきましょう。最後6銘柄目です。6524呉服工業です。今日新規上場した銘柄4銘柄ある中での一つですね、呉服工業となります。陽線を出す場面がありました。そして大きく売られる場面がありましたが、結果下髭をつけて5110円で終えております。今日の高値どころをですね、明日捉えていくことがあれば、これ買いで狙ってみたいということで見ております。まあ、安値切り下げることがあれば、今度は売り戦略となりますけれども、上方向で見ていきたい銘柄となります。今日の高値5490円、これを捉えることができるかどうかということです。以上6銘柄となります。これらの注目銘柄と合わせ、皆さんご自身でチェックしている監視銘柄ですね、チャートと板を見て判断しながら明日のトレード頑張っていきましょう。明日もデイトレード配信が午前中あります。またデイトレードでですね、なかなか結果が出ないという方のために、マンツーマンのデイトレコンサルを実施することになりました。2022年の1月スタートとなります。こちら1月2月3月までの3ヶ月間、もちろん単発でも受け付けております。期間限定となります。今後の予定はございません。結果が出ずに困っている方、会員に限らずですね、将来に備え何としても結果を出したいとお考えの方、ぜひお申し込みいただければと思います。皆さんの時間も有限であるのと同様に、私の時間も有限ですね。すでに1月分は徐々にですね、埋まってきております。お申し込みはこの概要欄から受け付けできるようになっておりますので、現状に満足している方は申し込まず、本当に株で悩んでいる方のみお申し込みいただければと思います。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録とですね、今回少しでも役に立ったという方は高評価ボタンを押していただけましたら幸いです。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。今週は今日、明日、明後日、3営業日連続でですね、全場デイトレ生配信を予定しております。今日トレードを利確された方も、明日もまた気を引き締めてですね、トレードに臨んでいきましょう。生放送は会員限定の内容となっております。またの方ぜひご入塾いただき、一緒にデイトレで大きな利益を重ねていきましょう。ではまたお会いしましょう。失礼いたします。